えー、それではね、えー、私最初に今からね、ここでお話しさせてもらって、それからね、ちょっと皆さんと輪、えー、になってね、えー、皆さんと一緒にね、えー、考えて、ちょっと皆さんにも考えてね、書いてもらったりとかしようと思うんですけど、それではね、えー、今日はね、親鸞様、親鸞様のね、お話をしたいと思います。はい。親鸞様って、 っていうお名前を初めて聞かれたっていう方ありますか一応聞いたことがある。聞いたことありますね。よく知ってらっしゃる方ももちろんおられます。はい。親鸞様は、えー、何をしてくださった人でしょうかこの浄土真宗ね、えー、本場本願寺ね、このブラジルまでありますけれども、この 浄土真宗を初、えー、めてくださった人ね。五海山っていうあの難しい言葉でね、えー、山を開くって書きますけれども、この浄土真宗のね、教えを開いてくださった方なんですね。だから、この方がね、私たちにとって、えー、一番ね、えー、大事な方なんですね。で この親鸞様が、このね、前におられる阿弥陀様。阿弥陀様の教えをね、えー、一番わかりやすくね、伝えてくださったんですね。だから、えー、この方がおられなかったら、私たちね、阿弥陀様に教えに会うことができなかった。わかりやすくね、聞かしてもらうことができなかったんですね。 で、この親鸞様のことをね、ええー、ちょっとお話したいと思います。なんとね、もうおおよそ800年前、ね、だいぶ昔ですね、ええー、日本の言葉で言うとね、平安時代ね、終わりぐらい。だから、貴族の、貴族って言われてる社会が終わってね、で、侍の時代になるぐらいですね、その頃に、ええー、お生まれになられたんですね。 そしてね、えー、貴族から侍になる時だから、ね、皆さんも時代劇見られると思いますけれども、激動、すごいね、時代が荒れていた時なんです。政治がね、安定していない。もう、どんどん上の人が変わってね、みんなが騙し合いがあってね、えー、さっきまで貴族で上だったと思ったら今度はね、 あの、企みにあって落とされたりね、非常にね、辛い時代やったんですね。もうそういう中でね、えー、親鸞様は、えー、お生まれになったわけですね。そしてね、親鸞様もその時代のね、この辛い波にね、飲まれましてね、えー、立派なね、えー、貴族のお生まれであったんだけれども、その政治の中でね、 貶しめられましてね、えー、親鸞様はちっちゃい時ね、えー、不幸な生い立ちだったんです。お父さんお母さんとね、一緒にいることができなかったんですね。もうね、これはいろいろ言われてるんですけれどもね、えー、亡くなったんではないかと。お母様は亡くなられたって言われてますね。たった8歳。8歳ってちっちゃいですね。8歳の時にもうお母さんがいなくなっちゃった。 で、お父さんは生きておられたけどね、離れてね、暮らせないといけなかった。だから、たった一人ですね。そして、九歳の時にね、ああ、もうね、この世の中は大変やなお父さん、お母さんとも一緒におれないし。で、その頃はね、えー、戦争がね、争いが絶えない時代です。だからね、よく、 殺し合いがあったりとか、そういうことがあったんですね。で、今と違ってね、救急車とかあると思いますかないね。病院とか、すぐパーっと行けると思いますか行けないんですよ。だからね、道で殺し合いがあったりとかしたら、もうその死体はそこに置きっぱなしです。ね。 で、家で揉め事があってもね、それ、やはり殺し合いがあるんです。でもそれを片付けるということもなかなかないんですよ。もう今と違いますからね。だから皆さんどうですか今ね、道で歩いていてね、たまにね、ちょっと猫のね、亡くなった姿とかね、そんなん見たらびっくりしませんかちょっと気持ち悪いなと思うでしょね、それがね、人間なんですよ。 人間がね、死んで倒れてる。そしてそれが何日も経っている。そんなのをね、見るような、そういう時代なんですね。だから、なんということやろうな。人間の命は儚いな。そういうね、思いがあって、えー、親鸞様はね、たった9歳の時ですね。9歳言うたら、小学校3年生ぐらいね。その頃にね、 お坊さんになろうとね、決心されるんですね。それでね、えー、その当時ね、えー、比叡山というね、えー、京都にね、行かれたこともあるかもしれませんね。お山があるんです。そこがね、えー、とても有名なお坊さんが修行されるところね、延、え、暦、ー、比叡山延暦寺ね、ありまして、そこにたくさんのお坊さんが修行されてる。 たった9歳でね、そのお山に上がられたわけなんですね。そして、えー、なんとか悟りを開きたい。仏になりたいとね、思って頑張られたんですね。でね、えー、この頃までね、仏になるって言ったらね、たくさん修行をして、たくさん勉強をして、ね、お経を覚えて、でね、えー いろんな山とか歩いて回ったりとかね、辛い修行がたくさんあったんですね。そういうことをしないと仏になれない。そういう教えしかなかったんです。ね。今皆さんお寺に来て修行してないですね。これはなんでこういうことになってきたかっていうと、神蘭様が出てきてくださったからなんですね。 神蘭様はね、もう9歳の時からね、もうね、一生懸命ね、20年間もね、えー、修行をされた。お勉強をされた。誰もね、真似ができないほどのことをされた。でもね、えー、お悟りを開くことができなかった。悟りを開くっていうのはね、えー、このね、私たちの煩悩っていう言葉がありますね。 あれが欲しい、これが欲しい、ああなりたい、こうなりたい。腹が立ったり、ね、憎らしく思ったり、この煩悩をね、これを断ち切る。それがね、えー、悟りを開いていくことなんですね。でも、いくら修行をしてもね、えー、この心を切ることが難しい。ね、欲しい、欲しい。 あの人が憎いなぁ、腹が立つなぁっていう心をやめることができないだから、二十年頑張ったけれどもね、これではとても仏になれないなぁとね、思われたんですね。それで、このね、比叡山から降りられて、なんとかね、修行をしなくても仏になれる道はないかなと探されて、 で、えぇ、ー、親鸞様の先生。なんていう名前でしょうか知っている方、おられますか親鸞様の先生。はい。セルジオセルジオプロフェッソール。<年>そう、法然。はい、はい、法然。はい、当たりました。そうです。まあ、お釈迦様もね、辿っていけば先生です。はい。そうです。法然様。法然様に会われたんですね。え法、ー、然様っていうね、先生に会われた。 で、法然様は、お念仏一つでね、どんな人でも仏様になれますよ、ということをね、教えてくださってたんですね。法然様はね、山を降りてね、一般の普通のね、えー、農家の人だったり、ね、商人、お店やってる人とかね、えー、そういう人、中にはね、えー、遊女、 このね、女性の体を売ってね、暮らしてるような身分の低い、みんなから軽蔑されるようなね、そういう人にもお念仏の教えを説いておられたんですね。だから、これこそ本当の教えや。このナマンダ仏だったらね、修行ができなくっても仏になれる。これこそ私が求めていた道や、とね。 神蘭様は思われたんですね。そして、神、えー、蘭様はね、法然様よりさらにわかりやすくね、お念仏をして救われる。そしてそれもね、信じる心、阿弥陀様を信じる、信心一つでね、えー、救うことができる、この阿弥陀様の教えをね、わかりやすくね、えー 残してくださったわけなんですね。はい。ここで今10分くらいね。はい。それでね、えー、皆さん、お念仏、お念仏一つ、ね、何万打仏で救われる。で、この何万打仏をね、信じる心で救われるんですね。だけれどもね、この、信じる心、 何万打仏何万打仏この阿弥陀様を信じること一つでね、仏様になれますよ、とね、言われましてもね、どうですかはい、信じます。ね、心からね、この阿弥陀様を信じる。なんで阿弥陀様私救ってくれるんやろうか。そのことをね、よく聞かしてもらわないと、やっぱり信じる心も起こってこないですね。 ねなんで阿弥陀様は私のことを救って言ってくれてるんやろうか。なんでなんやろうか。ねそれがね、阿弥陀様のね、お救いはね、誰のためにあるかって言いますと、 ね、悪人、悪い人、悪い人こそ救いますよ、とね、えー、言われているわけなんですね。どうですか悪人正気っていう言葉がありますけどね、悪い人って言われて、私はね、23歳の時にね、悪い人って聞いた時にね、ええーって思いましたね。自分のこと悪い人ってね、 思ってなかったですから。ね。だから皆さんはね、どうなんかなってちょっとね、えー、聞いてみたいなと思うんですね。悪人っていうことでね、えー、ちょっとね、あの、皆さんと、えー、話し合いがしたいのでね、ちょっと輪になってもらえますか椅子ね、ちょっと大変だけど、椅子をね、あの、なんとなく輪にして、で、ちょっと一緒にね、考えてみたいと思います。